土田水希は、長崎県南高木郡千島町出身の元プロ野球選手、宇藤右内。鎮西学院高校3年時に春の県大会で準優勝。夏は、右肘痛の影響もあり、ベスト8で敗退。打撃では、高校通算31本塁打を記録している。高校卒業後は、地元球団である四国、九州アイランドリーグの長崎セインツに入団。 トライアウトに行く際、一人では嫌だったので一緒に来たのが水口大地だったという。長崎時代には2年目の2009年にリーグ戦33試合に登板。5勝4敗7セーブ、リーグ3位の防御率2.16を記録するとともに、球団の前期優勝に貢献した。しかし、2010年シーズン終了後に球団が解散したため、 リーグ内の救済ドラフトで愛媛マンダリンパイレーツへ移籍した。2011年のプロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツから2巡目で指名されたことを機に育成選手として入団した。入団当初の背番号は018。2012年には中継ぎを中心にイースタンリーグ公式戦20試合に登板。2勝2敗、防御率2.44という成績を残した。 2013年には、イースタンリーグ新記録の62試合に登板すると、共に、防御率2.56をマーク。シーズン終了後、怪我で途中帰国した、市岡隆二の代わりに派遣された、プエルトリコのウィンターリーグでは、クローザーとして8試合に登板すると、防御率0.75、5セーブを記録した。2014年には、春季キャンプを1軍でスタート。育成選手としては、 球団史上初の快挙であった。3月1日に支配下選手契約へ移行したことを、機に、背番号を93に変更。5月14日の対東京ヤクルトスワローズ、戦で、救援投手として1軍デビューを果たした。さらに、6月15日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、チームの1点ビハインドで迎えた8回裏西1.2類の場面で登板。 藤田和也を初級で一塁へのゴロに抑えて交代すると9回表にチームが逆転したため一軍公式戦での初勝利を挙げた。NPB の一軍公式戦では史上35人目の一級勝利であったが一軍での初勝利で記録したのは史上5人目であった。なお一軍公式戦全体では12試合に登板。一勝0敗。 防御率7.71という成績を残した。2015年には背番号を67に変更。公式戦の開幕を初めて一軍で迎えると、一軍公式戦12試合の登板で1勝0敗、防御率6.39を記録した。その一方で、イースタンリーグ公式戦でもリーグ最多の48試合に登板、13セーブを挙げたことから、 最多セーブ投手のタイトルを獲得した。2016年には2年連続で開幕1軍入りを果たすと4月3日の対広島東洋ガープ戦で1軍初セーブを記録。しかし同月下旬に出場選手登録を抹消されると8月に右ひいの手術を受けた。手術後はリハビリに専念しているため10月2日に 球団から支配下選手契約の解除を通告されたが、11月21日に育成選手としての再契約に至った。2017年は育成選手として2軍で20試合に登板したが、支配下選手登録には至らなかった。10月28日、球団から翌シーズンの契約を結ばないことを通知された。2017年10月31日、自由契約公示された。 11月15日の12球団合同トライアウトに参加、ヒアンダに脱三振例予試級の結果だった。2018年に測量会社トラバースに入社。同社の軟式野球部に入部していたが、翌年1月にアパグループに転職している。同年4月の新聞記事では、慣れない接客業に苦労しながらも、将来は、スポーツ選手の利用に向けた営業やプロ野球選手の、 イベントに携わる志望を持っていると紹介された。最速時速150キロメートルのストレートトラクサの大きいスライダーとフォークが武器。プロ入り前から請球力に課題がある。また、巨人入団後は投球の幅を広げるべく新たな変化球の習得にも取り組んでいた。独立リーグ時代のシーズンオフは給料が支払われないため人参を箱に詰めるアルバイトをしていた。 そのため、人参の良し悪しや種類を見分けることができるようになった。ありがとうございます。